システムを使いこなすようになったか。ゼクス、お前の真意を聞かせてもらう。なぜ戦いを引き起こす。終わらせるためだ。ダッド、ゼクスマキス、沈め。これも宇宙の因果物ならば。ゼクス、お前とトレーズは同じだ。弱い者を守るために大義を振りかざす。しかしそれは決して弱い者を助けることにはならない。弱者を作り出すのは強者だ。地球という強者の存在がコロニーという弱者を作り追い詰めていったのだ。ツインバスターライト、出力最大。エピオンの未来からお前はそれを選ぶか。終わりだ。程度、貴様らに溜まっている暇などないのだ。俺は弱い奴が嫌いだった。奴らはいつ自分が攻撃されるのかと絶えずおどおどしていた。誰も信じることができず、言いたいことは何一つ言えない。そんな奴らを俺は許せない。強者がそうさせるのだ。ゼクス、強者などどこにもいない。人類全てが弱者なんだ。俺もお前も弱者なんだ。私はまだ自分を弱者と認めていない。あえて悪魔となろう。このガンダムエピオンで叩き切る。目標死人、ターゲットをガンダムタイプと断定。俺、ここで直撃をもらうとはな。コロニーは自らの判断で完全平和主義の道を歩み出す。お前の行為は無意味だ、ゼクス。所詮は血塗られた運命、今さらこの罪から免れようとは思わん。未来は見えているはずだ。エピオンなら敗者が乗る機体だ。邪魔だ。そのスピードではな。ここまでも生き抜いてみせる。誰よりも厳しく、戦士としてな。エピオンの真の力、ここで見せてやろう。タイプとの戦闘には慣れている。これまただ。私はまだ自分を弱者と認めていない。そこだ。ゼロよ、俺を
導いてくれ。私の運命もここまでか。何も楽にはならない。あの頃からずっと。